い、皆さんこんにちは。恋愛とダイエットの先生をしております奥野沙織です。はい、今日も始まりましたはい、ということで、まあ、今日はねもうサムネに書いているんですけれども、本当に私事なんですけど、32歳独身奥野沙織、誕生日でね彼からプロポーズを受けまして、今婚約中ということで、皆さんにもね、ちょっと報告しておきたいなと思って、今日は動画を回しています。プロポーズ受けてね、正直もう2ヶ月ぐらいかな、経っているんだけど、まあ、プロポーズ受けての感想だったり、あとはまあ、32年ね、独身だったから、やっぱりちょっと嬉しかったり、結婚に対するね、イメージとかも結構あったりするので、まあ、そういうお話をね、ちょっと私のプロポーズ事情ということでお話ししていきたいなと思います。ということで、今日もレッツスタートでーす。足目が、なんか目が。こういうさ、報告っていうか、プロポーズされましたとかさ、婚約中ですみたいなのを撮ろうって思った瞬間、すごい緊張しちゃって。なんかいつもみたいに陽気に話せないから、ちょっと今ハマってるスイカジュースを飲みながら話していきたいなと思います。まあ、なんか、プロポーズされた話を、まあ、私のね、インスタグラムをね、登録されてる方っていうか、フォローしてくださってる方は、誕生日の様子だったり、プロポーズされた時の様子をね、ストーリーでの流してたので、もう知ってくださってる方も実際いるんですけど、YouTube で言おうかとか、入籍してからでいいかなとかね、いろいろあったんだけど、まあ、やっぱり私も恋愛とダイエットの先生をしてますとか言ってるし、まあ、それこそ、私がこのね、YouTube 始めた時の2023年のビジョンっていう、この動画で、今年はプロポーズされますみたいな宣言をしてるから、まあ、実際にプロポーズされた時の話とか、皆さんにもなんか報告したいし、まあ、これから私もプロポーズを受けて、まあ、今家族にね報告したり、大切な人にはある程度報告ができたので、まあ、これから結婚だったり、まあ、それこそ指輪選びだったり挙式だったり、いろいろ準備を整えていく中で、まあ、自分の記録としてもプロポーズの時からね残していきたいなって思ったので、まあ、これは本当に私の仕様っていうか私の気持ちの記録ではあるんだけど、それもね皆さんに届けていけたらなって思ってます。なんか誕生日の様子とかね Vlog とかね残してたら、それこそそれをねプロポーズされましたみたいな感じで言えるんだけど、本当になんていうかな、私自身プロポーズされるって全然思ってなかったのそう、全然誕生日にプロポーズされるって思ってなかったから、まあ、正直インスタしか残ってないので、まあ、ちょっと2ヶ月ぐらいかな経ったし、なんか振り返りながらねプロポーズについてちょっと語ろうかなって今日は思ってます。で、4月の25日が私の32歳の誕生日で、まあ、その日にもともと彼は有給を取ってくれて、ホテルステイをねしようっていうことで、青山グランドホテルのホテルステイをね彼からプレゼントしてもらってました。1年前の4月に彼とはお付き合いしたので、まあ、去年も私が4月生まれ、彼が6月生まれっていうことで、7月に沖縄に旅行に行ったりとか、結構2人の中でプレゼントってものよりなんか旅行とかそういう思い出をプレゼントすることが多かったから、当日もまあ、そんな感じで青山グランドホテルにホテルステイして、まあ、ディナー食べてみたいな、本当に何気ない日常っていうか彼がねどこのホテルがいいとか聞いてくれてたんで、私結構レストランが好きでよく行くんですけど、私はその青山グランドホテルが泊まってみたいなって思ったのでこう選んだんですね。そう、まあ、それまでにも喧嘩したりとかいろいろ誕生日で喧嘩したりとかあったんだけど、その日ねそこに泊まるっていうのが決まって、で夜ディナーに行って、で、ディナー終わってね、帰ってきたら、107本の花束と、一つの花束、ここに指輪がね、入ってたんだけど、これはもう仮の指輪として、彼が指輪をプレゼントしてくれたのと、手紙を書いてくれて、ちょっと中身は多分恥ずかしいと思うから読まないんだけど、こんなね手紙をくれてプロポーズを受けました。そんな様子とか全くなくて、今思えばねなんかその前日彼がここに泊まってて準備をして彼の車で向かったんだけど、なんか朝からホテルの人が電話かかってきたりとか、あとはそのホテル着いてからなんかちょっと忘れ物したとか言って車に行ったりとかしてたんだけど、なんか私は全くさ気づいていなくって、ディナー終わって帰ってきたらずっとリクエストしてた大きな花束とこれをねもらったっていう感じだったんだよね。やっぱ私もなんかすごい嬉しかったし、涙も出てきたし、1年
年、結婚したいけど、なんかやっぱ彼と、何、すれ違うこともあったしね、結婚したいと思ったタイミングと全然重ならなくて、もう結局いつになるかわかんないなって、諦めてたわけじゃないけど、なんか私が結婚したいって言うと、もうちょっと待ってね、みたいな感じだったから、正直まだまだ先だって思っていたから、すごくびっくりして、めちゃくちゃ嬉しかったなって当日思いましたね。本当に、まあ、正直ディナーの時にお酒を飲んでたから、結構酔っ払ってて最初ベッドの上に花束が置いてた時もなんかわ大きい花束あるけどまさかプロポーズと思ってないから彼にその手紙とプロポーズの言葉を言われるまで私は全然気づいてませんでした。そう、まあそんなことがあったりしてね、このプロポーズをされて、まあその時ストーリーとか見ていろんなメッセージをもらって本当に嬉しいなって思います。うん。で実際なんかプロポーズ受けてみて、これね私の正直な感想なんだけど、えこんな感じなんだみたいな、いい意味で何の変化もないというか、あっさりこう終わったみたいな感じなんですよ。もうそっからまあ数日ぐらいは結構ふわふわしてて、やっぱり大きなね花束は夢だったし、もう抱えてるあの写真撮ったりとかこれも見返してなんか嬉しいなって思ったり、この指輪もう全然なんか沙織ちゃんと一緒に探そうみたいな感じなんで、多分これから一緒に結婚指輪とか買いに行くんで、そんなに多分めっちゃ高いものとかではないけど、なんか嬉しくて、この左手の薬指につけるってなんか私の夢だったからすごく嬉しかったけど、でもなんか結婚ってこんなにあっさりするんだっていうのが私の感想なんですよ。プロポーズされてみて思うのって、私もこの1年イルコイ心理学とか、あとは恋愛に対して結構考え方がすごい変わっていったし、まあそれこそ私ももう32だから20代の時と全然結婚に対するこう考え方が変わっていったから、いい意味で焦ってなくて、最近仕事が楽しいから結婚はまだまだ先だろうなって思ってたけど、なんかこんなに普通に結婚ってできるんだって、プロポーズって受けることがあるんだってことをすごい知ってだなって思ってます。今振り返ればなんだけど、なんで私が32年結婚できなかったのかっていうのが、私今まで結婚とかプロポーズとかめちゃめちゃ難しいものだって考えてたんだなってすごい思ったんですよね。私が最近気づいたことだけど、私って本当に結婚への憧れが本当に強くて、まあ、それこそ25歳ぐらいからさ言ったら結婚したかったし、婚活っていうことをしてて全然うまくいかなかったんですよ。本当に今思えばね、私は結婚っていうのをすごい上に置いてて、だから全然私の手には届かないみたいなイメージだったんだよね、結婚って。だからいい意味で彼と出会って今プロポーズを受けて、なんか結婚ってこんなに誰でもできるんだっていうと変だけど、こんなにすんなりできるんだっていうのをすごく感じました。なんかこれは私も今ビジネスして3年してても思うし、ゆる恋とか教えてても思うんだけど、なんか夢が叶うこととか、まあお金を稼ぐとかもそうだし、まあ恋愛がうまくいくとかもそうだけど、やっぱり自分自身が難しいって思ってるものって絶対叶わないんだなって思ったんだよね。だから私の中では、まあビジネスとかもしてきたし、稼ぐことって難しいとかさ、恋愛って難しい、彼氏を作るのって難しいもそうだし、まあ最近だとゆるエットとかね、あのダイエット教えてたりするけど、ダイエットって難しいとか、綺麗になるって難しいとか、なんか難しいって思ってるものって自分の元に来ないなってすごく思ったんだよね。だから私も今恋愛とダイエットの先生っていうところで、今のゆる恋っていうのを学んで教える立場になっていったり、まあそれこそそこで自分の価値観とかを変えて出会った彼には、なんかそのいい意味で彼の前で頑張ろうとか、なんか彼の方が上でとか、結婚するのは大変なことだとかっていうイメージ、セルフイメージが変わったから、なんかこんなにすっなりでプロポーズされて結婚まで進んだんだなってなんかすごい思ったんだよね。だからなんか私の中では報告しよう迷ったぐらい、なんか本当に今の日常も全然変わってないんですよ。本当プロポーズ受けて、それからいろいろあったりとかあったけど、何も変わってない。彼との状況とかも何も変わってなくて、あ、それぐらいプロポーズとか結婚っていうのが私の中でこう日常っていうか、なんか彼といるのもそうだし、なんか自分自身がこう結婚するって普通のことって思えたから、こうやってプロポーズとか結婚っていうのまで行ったったんだなってすごい思うんだよね。なんで話が来ると長いけど、でももうそれぐらい私って本当に独身っていうイメージが強いし、自分が結婚するって結構不思議なんですよ、自分の中でも
なんか友達もみんな結婚してて私が独身だし、おじいちゃんの一周忌で実家に帰ったんだけど、まあその時お兄ちゃんとか嫁さんとか、あとはまあね、おばあちゃんとかにも結婚するんだって報告したんだけど、なんかまさか私がみたいな。なんか、いとことかもみんな結婚してるし、私だけ独身みたいなイメージがあったから、なんか自分ではすごく不思議なんだけど、結婚したからとか、プロポーズされたから何かが変わるとかではなくって、まあ彼といることも、彼と家族になることも、すんなり日常になったから、なんか現実を引き寄せたんだなってすごく思います。そう、そんな感じで、私の婚活。婚活が32歳で終止符を打つっていうね、本当に長かったなとも思うし、でもなんか今思えば私はね、32歳でプロポーズ結婚するっていうのが私にとってすごいベストなタイミングだったんだなって思うんですよ。多分20代で焦って結婚してたら、なんていうかな、今みたいなこんなね、料理もできない、掃除洗濯もできない、何もできない私っていうより、もっともっと頑張ってただろうし、頑張りすぎて男性に合わせて苦しくて、もしかしたらその離婚したりね、まあそういう人生だったかもしれないけど、なんか私にとっては、まあ今のこういうビジネスもそうだけど、なんか本当にありのままっていうかね、彼の前では多分この YouTube 以上に素なんですよ。そう、もっともっとだらしないっていうか、できないことも多いし、まあ本当に家族の前でいる私をそのまま彼の前でも出せるから、多分結婚っていうか家族っていう形になれたんだなってすごい思うね。プロポーズってこんなにすんなりされて結婚に進むんだっていうのが本当に私のなんか衝撃的な感想ではあるかな。で、今回からね、エピソード1っていう感じで、婚約からね、これから結婚をしたりとか、いろいろ進めていくと思うんですよ。で、その中で、やっぱり、悩むことがあったり、うまくいかなかったり、絶対そういうのがリアルだと思うんだよね。まあ、よく YouTube とかそうだし、結婚とか婚活とかに悩んだ時にいろいろ探してたんだけど、正直さ、綺麗な場所だけ言われても、できないから。私はできないの。で、私も多分これから結婚に進むにあたって悩んだり、転んだりとか、もう結婚したくないって言い出すかもしれないし、なんかそういうのを、もうエピソードとして私はこの YouTube に残していきたいなって思うので、まあ、今回、そのプロポーズされましたっていう、婚約しますっていう動画から、ちょっとそういう結婚に至るところの動画はね、エピソード1、2、3ってね。いろいろみんなにも赤裸々にね、お話ししていけたらなって思ってます。本当にね、私の婚活事情をビジネスの時から知ってる人からすると、あ、私が1年で結婚できるんだって感じだと思うし、みんな勇気になると思うから、これからもね、多分結婚してもそうだし、子供ができても、私はこのままで奥さんになったり、ママになったりしていきたいなって、すごく思ったかな。全然まとまってないんだけど、今日は。今日はってかいつもだけど、許してほしいなって思いますね。ってことで、一応ね、7月末に私のね、両親に挨拶を行ったり、8月には彼のね、両親に挨拶を行ったり、まあ、そっから指をね、見に行ったり、多分挙式を考えたり、まあ、一緒に住んだりとか、これからなんですよ、本当に私にとって結婚って。だから、それはもうみんなにね、リアルタイムで届けていきたいと思います。なので、なんかそういうのもね、楽しんでもらえたらなって思ってますね。本当にリアルタイムは私のインスタだったり、まあ、それこそ今月末にね、募集するゆるエットサロンは、ダイエットとかね、そういうイメージを持たれてる方もいるんだけど、もう本当に私の日常なので、まあ、そういうので覗きに来てもらったらなと思います。ってことで、私ほどでしたが、婚約中ということで今日はね、そんな動画を撮りました。ちょっと楽しみだし、ドキドキだし、まあなんかいろんなこう結婚してからの変化もね、届けていきたいなと思います。ってことで、まあ今日のね、動画は以上になるので、まあこの動画良かったよとかためになったよって方は、いいねボタンとチャンネル登録お願いします。あとですね、私の恋愛の変化もそうだし、もう私自身やっぱりいろいろこう人生が変わってきた変化って、まあマインドって言って考え方とか心のね、部分だと思うので、そういったのは私自身、まあ、今月末に募集するゆるエットサロンだったり、あとはゆる恋心理学っていう恋愛ね、パートナーシップ講座でね、いろいろお話をしてるので、まあそういったの気になるよって方は、概要欄にある私の公式 LINE からお知らせをお待ちください。あとですね、このね、 YouTube のコメント欄のコメントもどしどしお待ちしてます。
ます。まあ、それこそ私、結婚に対しては、まあ、結婚してる方の方が皆さん先輩だと思うので、結婚についていろいろ教えてもらったりとかしてほしいし、あとまあ、私もこれから結婚に進めていく上で、まあ、みんながこう、結婚とか恋愛に対する悩みとかもあれば、ぜひ私もリサーチしたいし、自分自身実践したいので、ぜひコメントもどしどしお待ちしてます。ってことで、はい、また次の動画でお会いしましょう。またねー。